あゆみチャンネルの時間がやってまいりました。新コーナー、世軸傾いてませんか。うまいこと言えたねこれね。世軸、はい、そう、世軸ですよ、はいはい、時代は世軸です。世軸があれば何でもできる。だけど世軸ね、はい、そうなのよ、世軸よ、世軸、そう、世軸、こうみんなさ、正面からさ、こうスイングとか見るでしょ、これ取る、とちょっとスイング取ってっつって、まあまあまあ普通にこっからこうバン取るでしょ、こうこう取るでしょ、これ別に意味ねえから。そんなことないじゃない。ないね。ないないんだけど、でも一番大事なのはこの世軸なんですよ。世軸ってね、ここでしょ、こうどうしようかな、こうこうだな、こうでしょ、世軸ってこうでしょ、こうでしょ、でじゃあ何のためにこう手元をこう手元低くしたいとかさ、こう浮かないようにしたいとかさ、そう傾きたくないとかいろいろ言うじゃないですか。これって全て世軸に関係してるんですよ。で極端な話と、ほとんどの人ですよ、ほとんどの人がこう浮く原因っていうのは、こう後ろから撮ってもらっていい、こう OK 上げるときにこう上がるんですよ、わかる、で打つときこうなの、わかる、わかるかな、わかんねえかな、そうなの、なんのよ、ってことはゴルフって反対の動きするんですよ、必ず必ず反対の動きするんですけど、こうなるとこうなるの、逆にこうなるとこうなるの、こうなるとこうなるの、わかる、こうなるとこう来るので、綺麗にこう自然とターンできるわけですよ。今ターンできてた、はい、ターンできてた。でもほとんどの人が、これ僕らもそうです、こうなの、要はテイクバックするときにボールに対して近づくわけよ、で離れる、これをねぜひ意識してやらないとマジで上手くなんねえから、わかるか、世軸傾いてるとマジ上手くなんねえから、気をつけろよっていう感じですね、はい。だから僕も練習の時とかはできるだけこの世軸をこうならないように、こう絶対ならないように、絶対なるから、ここのイメージをできるだけ していくかなっていうか、していきます、はい、ぜひこれやったらマジで平均スコア10度は上がります。倍ってことそれ、5台ですね。あ、そうそうそう、はい、あ、ごめん、あの、その鳥居さんのさ、はい、鏡に映ってちょうど12になってた。なんで、はい、このぐらい上がります。まあ人それぞれですけど、まあなぜ上がるかというと、まあ球筋が安定するということですね、うん、で僕はこれで治りました、ゴルフ、はい、なんでぜひ皆さん意識してやってみてください。なんかドリルとかないんですか、その直す、どういう意識で。ありますよ、あります、あのバンカーでドリルを教えますね、はい、僕が最近やってるドリルでもいいですか。はい、構いますよね、構いますよね、で背中に置きますよね、で傾いてないところを探すんです。これだったら傾いてますよね、これだったら傾いてないですよね、傾いてます、ですよね、ってことは今の角度を覚えておいて、角度これどうですか、
でしょ。構えて一回ここに持っていくんです。持っていくんです。そこから打っていくんです。そう。これが一番実践に近いドリルかな。はい。いきますよ。構えます。傾かないポジション。傾いてないでしょ、これ。これに自分にマッスルメモリーさせるんです。で、打っていくんです。はい。そしたらみんな上手くなるから。はい。それでも傾かないとこ探すのってやっぱ鏡の前じゃないとダメですか。いや、鏡の前、最初はね、鏡の前かな。正直、打つ瞬間って絶対傾く人多いから。こうやってやってても、こうやってなっちゃうのよ。意味ないから。それやったら打つ前とか、あの、スタート前に鏡見つけて、傾かないポジション。ここかなって。で、ここの時にトップ持ってきてここかなって。それで傾いてないでしょ。で、このまま打つ練習をすると。これが一番の、これやっときゃマジで上手くなるから。はい。だって現に俺のスコア落ち着いてきてるじゃないですか。うん、発揮しゅって。これなんでかというと、ショットが安定してきてるからっていうことだ。これをやったら僕も歩み始めました。あ、うまいこと言ったな。はい。こう。はい、結構あの感覚的に胸というか、はい、かなり右に行ってるイメージなんですか、うん、でも正直あの胸を回すっていうよりも傾かない傾かなければ回らなくていいです。要は向こうに対して打っていくわけなんで、でしょ、傾いてると運べないんで、右に向いてこうやったらいけるじゃないですか。はい、運べそうですね。そう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 、もうそれだけかな。うん、だからこう俺硬いから無理っていう硬さ関係ないです。背中傾かないように打ってあげれば正直なんとかなる。背中からのショットもいいですか、ちょっと。ここね、傾いてます？はい。みんなやってみてください。背中傾いたらゴルフ終わります。ぜひね、参考にして歩んでください。それではいってらっしゃい。これ結構体力いるんだこれ。そう、傾いちゃダメだからこれ。やりすぎは注意。